女子砲丸投げ競技終了です。実は女子砲丸投げ女子砲丸投げ競技終了です。本日は吉野さん、日本女子体育大学職員が15メートル55で優勝でした。おめでとうございます。5レーンは日本大学鈴木くん、7レーンは駿河台大学若林くん、4レーンは大阪ガス木村淳くん。ただいまのレース1着は第5レーン鈴木くん日本大学46秒02。